武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学教育学部文系の2017年の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、配点50点で時間が60分、大問が5題出題されております。で、まあ、記述とマーク、どっちも出てくる形で、まあ、あの選択問題に関しては、まあ、正誤問題も出ています。で、問題の特徴として資料の出題が非常に多い学部の問題となっています。で、資料そのものは割と、まあ、有名どころが多いので、資料の問題集、まあ、当時の一問一答などですね、でしっかり仕上げておけば、まあ、十分対応できるかなというふうには思います。まあ、初見の資料であっても、しっかりですね、基礎内容をちゃんと押さえておけば、資料以外の情報から、要は普段自分が入れている情報からでも十分対応できる難易度なので、まあ、基本的には資料系の問題集一冊仕上げておけば十分かとは思います。で、まあ、あとは聞いてくる部分としては、まあ、時代の流れ、まあ、通史だったり年号だったりという部分はしっかり覚えておくことで、用語の、正しい説明をちゃんと理解しておくこと、このあたりが、まあ、まずは中心になってくるかなというふうに思います。で、まあ、早稲田は割と近現代の範囲は結構本当に現代の話とかも、出してきたりはしますので、こういった部分も、しっかり押さえて、おいた方がいいでしょう。で、資料に関しては用語暗記するだけじゃなくて、ちゃんと資料そのものを読む、練習を、するように心がけてください。紛らわしい用語なんかの区別も結構引っ掛けてくる部分が、よく出てくるので、こっちはこうでこっちはこうっていうような紛らわしいものの、しっかり区別ができるという部分も意識して学習するように心がけてください。以上が日本史の勉強となります。